実家暮らしの人の方が結婚しやすいんじゃないのかなって思ったりするんですよね。だって経済的にもまあある種将来の見通しが立てやすいわけだし、なるほど、なんかそういう側面もちょっとぜひ聞いてみたい。これはどうもですね、絶対嫌です。ほら男女の差が大きいんですよ。嫌だって、相手方が、相手方があの一回も実家を出たことない人だと家事の負担が全部こっちに来そうじゃないですか、うん、絶対その洗濯物だってずっと畳まれてきたわけだし、ご飯だってオートで出てきたわけだし、排水口の掃除とかもしたことないわけですよ、ね、シャンプーとかコンディショナーとかね、なくなる。女性陣厳しいんですよ。家事をやってくれないですよ。家事をにコミットしてくれるならいいですけど、実家暮らしちょっと火のつけるか間違えたかなって感じ約束されてない